皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。はい、さあ奈々ちゃん、はい、10月に入りましたけども、はい、ねえ、もうすっかり秋ですよ。そうですよ、食欲の秋ですね。いや、もうまた太るわ。はい、もう最近食べ過ぎちゃって。奈々ちゃん全然変われへんよ、はい、体型。いやいやいや、あの撮影が終わって安心して、もう最近飲み過ぎ食べ過ぎで、はい、ちょっ とこう肉がついてきちゃって。全然分かれへん。本当ですか？なんか出会った頃からずっと体型一緒だなっていう気がしてるんですけど、はい、いやいやいや、脱ぐといろいろ大変なんですよ。わあ急にセクシーな話しだした今回はですね、はい、ちょっとゲストの方、可愛らしい女性に来ていただいておりますけども、ちょっと紹介していただいてよろしいですか？はい、今夜のゲストをご紹介いたします。株式会社アマステージ代表、草壁葵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ということで、はい、僕はよく知ってるんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと顔が引きつってますけども緊張しているんですか、これは？はい、緊張してます。何を緊張することがあるのか分からないけど、まあ、僕からちょっと説明しますので、ね。はいはい、僕はユニドルという女子大生アイドル日本一決定戦があるんですけども、はい、ユニドルという、まあ、大会があるんですけども、はい、それの MC をずっとさせていただいておりまして、はい、それのですね、はい、まずそこからの説明をしなきゃいけないわけですよ、はい、ね、はい、ということで、はいはい、とてもすごいイベントなんです、それ、はい、ね、僕も大好きなイベントなんですけども、どういったイベントなのかちょっとピンとこないでしょ、はい、ピンとこないけど、すごいこう、うん、ピチピチな可愛い、なんか、はいはい、すごい素敵なイメージですでしょ、はい、その辺ちょっと、はい、じゃあ説明してあげてください、まずそこ。はい、ユニドルは、大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦なんですけれども、うん、まあ、いろんなさまざまな大学のコピーダンス、アイドルコピーダンスのサークルやチームが出場していて、うん、今全国5都市で開催しています。すごいね、はい、北は北海道、北は北海道で、南は九州、はい、はい、そうです。ということで、だから北海道のまず予選があって、まあ、関東の予選があって、で名古屋の予選、東海があるよね、だから、ね、関西があって、九州です。この5つで予選をまず行って、はいはい、それぞれ勝ち抜いてきた人が決勝に出るという、はいうん、はい、まあ、そういうことよね、はい、すごいですね、はい、その決勝になった人はどうなるんですか？決勝の大会に出場して、はいはい、でまあ、そこで日本一決定戦なので、はい、1位からこう、はい、決めていくんですけれども、はい、まあ、年に2回大きい大会があって、はいはい、まあ、それ以外にもなんか卒業だったりとか、うん、あとは1年生とか新しい子たちの大会だったりとか、スピンオフでもいろんなイベントをやっていて、はい、はい、そうです、ね、そう、夏の大会と冬の大会があるんですよ、はい、で、まあまあ、その結構ね、なんていうんかな、学歴上目の大学が多くて、例えば東大とかも出てますからね、東大にアイドル好きな子たちが集まってね、東大の、はい、でそういうコピーダンスサークルみたいなのを作って、それで大会出るんですけど、はいはい、これが面白いのはね、はい、大学生やから、うん、その仲いいやつらだけで作ったチームもあれば、はい、伝統的に、はい、ね、そうですね、4年生が卒業し、はい、また1年生が入ってきて、伝統的にずっと続いてるチームもあるんですよ。ね、伝統に続いてるって何を踊るんですか？それは、まあ、踊りはいろいろありますけど、はい、もちろんだから、ハロープロから AKB みたいなのかね、はい、そうですね、最近あとは坂道系、乃木坂とか、坂道系っていうんやん、はい、坂道系、乃木坂とか、うちのアイドル踊るチームも増えてきていて、はい、そう、はい、それが、はい、もうね、本家顔負けなぐらいコピーダンスがうまいのよ、ね、だ歌うわけではないんやけど、ね、振りを完璧にコピーをしたりしてやるんですが、そのね、はい、その要はセットリストっていうんですか、はい、1曲目何やる、2曲目やる、うん、何やる、そのつなぎの部分とかもみんな演出をしたり、はい、もちろん映像も自分たちで作るから、映像も編集してきて流したり、はい、それをやりながら、まあ、決められた持ち時間の中でパフォーマンスをして、はい、審査員がまた本当にアイドルの振り付けをされてる方とか、はい、アイドルのプロデュースやってる方とか、そういう人がやるんですもんね。はい、その評価基準っていうのは、見た目の可愛さとかは関係あるんですか？どうなんですか？でも評価基準はまあいくつか項目があるんですけど、はい、まあ、もちろんダンスだったりとか、はい、あとはまあ魅了度だったりとか、うん、まあ、あと会場を盛り上げているかとか、まあ、いろんな項目があります、はい、これすごいでしょ、はい、すごいですね。決勝大会は新木場のスタジオコースターとかでやるんですけど、はい、すごい
来るよね、お客さん。すごいですね。言うてやってください、何人来るか。何人来るんですか。え、でも年間 2万人以上。2万人、年間2万人動員しますから。はい、すごい。すごいです。出場者は大体何人ぐらいなんですか。出場している女の子たちは、はい、まあ、大学生、今1大会550人ぐらい出ている。出場する人も結構多いんですね。そうですね、もう出場してる女の子たちだけでもいっぱいになるぐらい、はい、え、ちなみに草壁さんは、はい、アイドルの方ですか。私はもともとそのユニドルの大会に2014年ぐらいに出場していて、まあ、自分の仲のいい友達と一緒に出てたんですけど、大学生時代に。はい、そうですね、音楽のチームで出てたんですけど、まあ、その後はそのユニドルのイベントの運営の方に移って、まあ、あとは高校生の女子高生版もあるんですけど、まあ、そちらのイベントの立ち上げとかをしていました。え、もう見た目がもう現役アイドル並みに可愛いから。めちゃくちゃ人気あったでしょ、その絶対人気あったと思う、ね、そうですかね、まあ、でも今でもなんか応援してくれる人とかはいるので。すごい。女子大生、普通の女子大生なんですよ、日頃は。でもまあ1日だけアイドルみたいなことをできるみたいな感じなんですが、ファンの人がすごいのよ。ファンがもうついちゃってね、しかも写真とかも撮れちゃうから、イベントでなかなかそのイベント、普通ね、プロのアイドルの方出てたらできひんから、写真も撮れちゃう、お得なイベントで。またすごいのが、例えばミスします、まあ10人グループだとしましょうよ、1人ミスしました、で終わりました、舞台袖にはけてきたらもう号泣してるわけですよ、ごめんね、私があの時待ってたとか言って、これものすごい青春だ。え、本当に青春のドラマですよね。みんな真剣本気だから、ものすごい青春があって、でまた作ってるね、はい、実行委員会の子たちもまた大学生だから、はい、ものすごいその子たちも青春を捧げてって、はい、またいいのよね、感動しますよね、感動する。やっぱ大学生っていいなって思いますけど、大学生時代にこんだけ青春できたら大人になってからもこれいい、これね、なんかこう力になるなと思って。なんか懐かしいですよ、その感情。いつ忘れ、どこに置いてきちゃったのかなって。あの熱量ね、熱量吸いたいね、はい、ないのよ。あるんですか、来年とか。この一番近い大会が、はい、一番近い大会が、10月の9日10日にフレッシュ大会、はい、もう3日後、1年生とあとはそのチームの新しいこと、新しいチーム、はい、あ、まあ、新人生みたいなもん、ね、新チームですね、が出場するイベントがあって、うん、まあ、今すごいそれに向けて頑張ってる。場所はどこですか。場所は、え、忘れた。場所はやれへん、やめとく。フレッシュどこでやる。新宿レニーね、新宿のレニーです。レニーっていうところ、はい、見やすい会場ですから。またユニドルの予選の大会とかを行っている会場で、はいはい、それはその情報というのはどこで見たらいいんですか。とユニドル の、 その公式のホームページ、はい、または、あとはツイッターとかアカウントがあるので、そちらから見ていただけたら、はい、ちょっとフォローします、はい、お願いします、はい、でね、このユニドル、それだけたくさんの、ね、はい、女子大生アイドル的な子たちがいるわけじゃないですか、はい、で先ほどアマステージという紹介を、はい、ね、葵ちゃん紹介するときに言っていただいたと思うんですけど、はい、アマちゃんがね、はい、アマステージとは何なのかというのをちょっと言ってください、はい。はい、アマステージは、今秋葉原にある、ライブカフェバーなんですけど、もともとその私が、ユニドルの出演者と、イベントの運営を経験して、その後海外の方でメイドカフェのプロデュースをやってたんですけど、まあ、その経験を生かして今この秋葉原でお店を開きたいという思いで開いたお店になります。で、まあ、アマステージっていうのは、アマチュアで活躍する人々を応援するステージっていう意味を込めてるんですけど、今ユニドル出場していること、今出場してた子たちが、働いています。はい、そこに行くとその子たちに会えて、はい、そうですね、おしゃべりしたりとか、はい、歌ってる姿とかも見れるってことですね、はい。毎日2回ステージを行っているので、はあ、何時と何時ですか、2回って。7時半と9時半になるんですけど、うん、はい、いつもライブを行っています。あおちゃんも踊る。たまに踊ります。え、見たい。え、そういうのって今日は何やるっていうのもともと決まってるんですか。セットリストとかですか。はい、まあまあ、その日に出勤してる女の子で、うん、まあ、何が踊れるっていうのがまあバラバラだったりとかするので、うん、まあ、その日に決めたりとか、うん、はい、じゃあその日に行って今日葵ちゃんの歌がどうしても聞きたいんだけどっていう場合は、もうできます。あの、リクエストとかができるので、リクエストステージとかカラオケも
歌の方もできるので、うん、リクエストしてもらったらすぐにステージを行えるっていうのをいつもやってます。素敵でございましょう、はい、さあそれで今後このアマステージと、そしてこの、ね、大会ユニドル、はい、今後展望というかあります？どういう風にしていきたいとか、どうなっていくでしょうということは、うん、そうですね、まあ、アマステージの話をさせていただくと、はいはい、まだ今オープンして3ヶ月なんですよ、うん、はい、でまあ、これからもうちょっと軌道に乗ってきたら、うん、まあ、今そのユニドルがいろんな5都市で行っているって話だったんですけど、はいはい、まあ、関西だったりとか、うん、まあ、違う地方にもアマステージどんどん展開していきたいなと思ってます。関西のそういうみんなに会えるカフェができたり、はい、九州にできたりということね、うん、あとはまあそのイベントとしていろいろ使える、はい、あのお店になっているので、はい、なんかいろんなアイドルさんと一緒にイベントやったりとか、まあ、なんか動画配信とかをどんどん何か組んでやっていきたいなと思ってます。ね、ののちゃん、はい、そイベントやったら いいんですかこのおばさんがやっても。ぜひぜひ。ステージあるし、お酒もいっぱいあるし、はいはい、そうや。ののちゃんやれますよ。やりたい。オフ会的な、はい、オフ会とか OK でしょ。やりたいです。はい、あ、いいんですか、ぜひよろしくお願いします。やりましょう。その前に普通に見たい、見に行きたい。一回見にね、はい、お酒もあるんですよね。そうです、お酒も飲んでます。ガンガン飲んで一回皆さん行っていただいて、はい、そしてまあどっちが先でもいいですね。ユニドル見て、はい、アマステージでもいいし、アマステージ見てユニドルでもいいので、はい、まあ、ちょっと推しの子とかを見つけて、ね、いただいて、さらにさらにこの女子大生たちをね盛り上げていただければと思います。はい、はいはい、大丈夫、言い残したこととかない？大丈夫、宣伝した、はい、秋葉原で待ってますのでぜひ遊びに来てください。はい、ということでございまして、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？はい、なんかすごいフレッシュなゲストの方で、うん、ねえ、めちゃくちゃ顔引きつってましたけど、最初緊張してちょっと緊張しててね、うん、でもそれがまた可愛くて、癒されました。これ本当ね、一、うん、回このユニドルという大会を見てほしいし、はい、アマステージもちょっと行っていただきたい、はい、すっごい熱気ですから、はい、ぜひぜひちょっとあの時の熱い気持ちを、熱い気持ちをね、思い出してやっていただければと思いますから、はい、ちょっとぜひぜひ、はい、今度じゃあ一緒にアマステージに行きましょう、はい、ぜひぜひ、あとツイッターとフォローして、はい、はい、ということで、来週は一体どんなゲストの方が来てくれるのでしょうか、はい、今週はこの辺でお別れでございます。さよなら、さよなら。